MM です。動画を見ていただいてありがとうございます。今日はアロワナについて少しお話をしてみたいと思います。見ていただいている方はね、僕よりもっと詳しい方もいらっしゃるかもしれませんし、全くねこういう、魚を飼ったことない方もいらっしゃったりとか、いろんな方いらっしゃると思うので、まあ、僕なりに知ってる知識をね共有していけたらと思います。アロワナと一言で言ってもね、いろんな種類がやっぱりいますし、産地もあるっていうことなんですけれども、うちの子はね、来たのはシンガポールから来たっていうことですね。他にもね、インドネシアとかマレーシアとか、いわゆるアジアアロワナって言われるね、品種の一つになる高瀬金龍っていう、名前のね、魚がうちにいます。で、背中がねうちの子黒っぽいんですけれども、品種によってやっぱり背中まで真っ金金になってる子もいたりとか、あるいは金ではなくて赤い色のね黄龍って言われる赤いアロワナだったりとか、シルバーアロワナっていうね、南米でアマゾン川とかで取れるようなね、シルバーで、まあ、パッと見アロワナっていうかタチウオみたいな感じのね、アロワナもいますね。僕も昔そのシルバーアロワナ買ってました。で、古代魚になるんですね。まあ長年昔から姿や形を大きく変えずに今までね生きている魚になります。なので魚ってやっぱりこう、僕らもそうですけど病気になったりするんですけれども、やっぱり病気は病気でその薬が出てたりもするんですけれども、昔のやっぱり魚なので薬がねめちゃくちゃ効きすぎてしまうみたいでね、気をつけないと普通の魚のようにね薬を入れてしまうとショックで死んでしまったりっていうこともあるみたいですね。はい。あとまあそれも含めてやっぱり強い魚だと思いますよね。長年ずっとね途絶えずっていうかな、絶滅せずに今までね生きてるっていうことで、はい、皆さんが思ってる以上に丈夫だと思いますね。あと飼い方もわからない方にとってはすごく敷居が高いように思われるかもしれませんけれど、そんなに難しいことは正直なくって、まあ、一般的に熱帯魚って言われるね、その温度をね25度前後ぐらいだったりで飼ってるね、飼う魚がいるんですけれども、そう難しくない、そう変わらないっていうのかな、まあ、魚が大きいのと水槽が大きいのぐらいで、そんなね特別何かアロワナを飼うために変わったことしないといけないっていうことはないっていうところですかね。はい。あとはどうだろう、あ、そう、この子のね最初僕知らずにびっくりしたんですけれども、すごくやっぱり絶滅はしてないけど絶滅危惧種ということでワシントン条約に守られてる子なんですね。なので勝手に輸出とか輸入ができないので、シンガポールとかその産地からね輸出するときに一匹一匹にね麻酔をかけて IC チップを入れてるんですよ。でその番号で管理してるんですね。でうちの子もちゃんとねそうやって管理されてるっていうことで IC チップの番号だったりとか、うん、で日本にも持ってきてね一匹一匹ちゃんと国に申請しないといけないんですね。この子飼ってますよっていうことでね。なのでそういう登録をしたりとか、っていうね、ことが必要な魚になりますね。
だからもしこの魚を誰かに譲ったりするときは、その登録のね、あの住所だったり氏名とか、誰々に譲りましたよということでね、次の方が登録を受け継いでいただくっていうことが必要になる魚ですね。はい、そんなところですかね。最初のね動画はちょっとよくわからないままアップしたので、コメントが入れれなくなってるんですよね。で、まあ設定で変えれるんだろうけど、ちょっとよくわからないので、今回またもしね気になることとか知りたいことがあれば、気軽にコメントいただけたらと思いますし、また次回はいつになるか分かりませんけれど、この子以外にもね、金魚も最近またたくさん飼ってまして、育ててますので、まあ、金魚もねまた見ていただけたらと思います。はい、今日はそんな感じで、テロップではなく直接ね、声を入れさせていただきました。正直テロップめっちゃめんどくさいんです。ね、ほとんどの方ちゃんとテロップ入れたりとか、いろんなやっぱり編集されてすごく見やすくアップされてると思いますけれど、やってびっくりというか、実際やっぱり思ってた以上に動画編集って結構大変でね、はい、楽なやり方でやっております。楽しくねやっぱやっていきたいので、試行錯誤しながらいろいろねこれからもやっていきたいと思います。では、またよければね動画をご視聴ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。